こんにちは、ベンジです。今回からゼロ赤い蝶というゲームをやっていきます。ゼロシリーズの2作目ですね。はい、やっていきましょう。ゼロの1作目は、以前やってます。で、なんかつながりはなさそうなんで、多分ここから見ても大丈夫だとは思います。ちょっとわかんないですけど、なさそうというところですね。はい、テクモから2003年に発売されたゲームです。やっていきましょう。ニューゲーム。イージーとノーマル。ノーマルでしょ。お姉ちゃん、いつも約束してたよね。震えた。ずっと一緒だって。ゼロのワンは相当怖かったからね。これも怖いでしょう。ごめんなさい。ごめんなさい。え、お姉ちゃん死んだ？よくここで遊んだよね。死んでない。そうだね。ここも。もうすぐ亡くなっちゃうんだよね。双子かな。大丈夫？痛くない？ちょっとね。でも平気。双子っぽいね。双子だわ。ねえ、ミオ。ん？なんでもない。そうか。すっこけたんだ。お姉ちゃん、私ね、あの時。え、お姉ちゃん実は死んでる説？お姉ちゃん。あ、いるわ。え、赤い蝶って言っちゃったよ。お姉ちゃん。どうしたの？本当だよ、どうしたんだよ。行っちゃダメ！お姉ちゃん！お姉ちゃん完全に狂ってる。怖っ。首絞められてたね。お姉ちゃん。お姉ちゃん実は死んでる？幻見てる？お、動く。これダッシュかな。お姉ちゃん。喋ってる。ちょっと待って。はいはいはい。オッケー、行きましょう。お姉ちゃん。あっち、あれなんだろう。赤い蝶か、今の。燃えてるわけじゃねえな。燃えてる？燃えてるかも。ごめんなさい。じゃあいないの？ここは。なんか
儀式が行われたとこだね、きっと。いた。お姉ちゃん。ああ。地図から消えた村。地図から消えた村っつった。ああ、始まりました。ゼロ、赤い蝶。結構ね、ワンもね、お、はい。聞いたことがある。はい、なんでしょう。昔、この辺りにお祭りの日に消えた村があって、うん、森で迷った人は、その村に誘われるって。お姉ちゃん、普通に生きてたね。ここ、もしかして。あ、動く。お姉ちゃん、ああ、ぶつかれる。ぶつかれるってことは、お姉ちゃん生きてる、これ。お化けではないな。え、どうすんの？こっち？さっきまで歌が聞こえてたけど。歌？誰もいない。歌が聞こえてたって。お姉ちゃん行くよ。妹が主人公なのかな？なんか落ちてない？何か欲しい。黒いハンドバッグ。中には、数枚の紙と写真が入っている。新聞の切り抜き。一年ほど前の新聞記事のようだ。地質調査員が不明と書かれている。去年より建設が計画されている水上ダム着工にあたり、現地に派遣されていた調査員、牧村真澄さん26歳が行方不明となっている。牧村さんはダムに沈む地域、ダムに沈む地域にある史跡などの調査に出かけ、5日経過した昨日まで戻っていない。なるほど、行方不明ね。今月4日より行方不明の地質調査員牧村真澄さん26歳の捜索が昨日をもって打ち切られた。牧村さんは水上ダムの地質調査に同行、行方不明になり昨日で10日が経過している。うん、恋人らしい2人。左が牧村真澄さんかな。ってことは、この右側の彼氏が探しに来てるのかな。でも黒いハンドバッグ女もんだよね、きっと。誰のだろう、はい、他にも誰か、ね、あ話途中で切っちゃったかも。え、だから歩いてる。誰かいるよ。もしなんか入ってた？誰かいるのかな？お姉ちゃん。うん。うわっ！それは怖いわ。ミオ？うん。うわ、今のすげえ怖いな。いや、よく入るな。うわ、障子の向こうに着物が飾られた部屋が見える。家の内部から回り込めるだろう。はい、ん？ここ？古い建物がいろりがある。誰もいないのかな。いや、いるでしょう。奥へ行ってみる。え、どうした？なんか見えてる。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうしたの？うわっ。
地図から消えた村。どこに行ったの？どうしてもない。殺したくない。皆さん大丈夫ですかこれ精神に異常きたさない？分からない。それは分からねえよ。なんか思った以上に怖いよこれ。なんかあんまり離れないで。あ、はい。ASMR みたいになっててね、今流行りの。女性の手帳、いろりの脇に手帳のページを破った紙片が置いてある。地図から消えた村について私もその噂を聞いたことがある。昔祭りの日に大虐殺が行われ、村は地図から消えた。森にある双子地蔵は迷い人を村の入り口に誘う。村の入り口の鳥居をくぐるともう戻れない。その村は二度と明けない虐殺の夜が続く。夜の村に恐ろしい女の笑い声が響いている。その村で生き残ったのはただ一人の女性だけ。ループしてんの？ずっと殺し続けてるってこと？うわぁ！何これ？あ、こういうこと。なんかある。あ、手帳に。時々窓の外を人の気配が通り過ぎる。松明を手に何かを囁き合いながら通りを歩いていく。誰かを探しているかのようだ。でも真澄さんではない。遠くでは何かのお祭りのような悲しげな歌が歌われている。この村は祭りの日に消えたと言われている。その日をずっと繰り返している。なんか、当たり前みたいに言うけどさ。それ普通じゃないよ。あ、セーブできます。あ、これでセーブなんだ。はい、じゃあセーブします。はい、セーブしました。あ、ごめんごめんごめん。じゃあ。ずっと誰かに見られているような気がする。ご神水じゃん。これ HP 完全回復のアイテムじゃない？そうだね。すべて回復する。お姉ちゃん何？誰かに見られてるっつった？マジ？もうなんもない。邪魔だ。邪魔だ。よいしょ。扉開けんのって怖いよね。そこに、いきなりゾンビがいるとかね。バイオハザードみたいな。え？もし、もし？縁側が見える。おぉ、蚊帳か、これ。うーわ、いるじゃん。え？布団の中は隠れるように手帳のページを破った紙片が落ちている。誰でもいいからこのメモを見た人、私を探してください。村から出られない。助けて。須藤美也子。須藤美也子さんなんだね、この手帳の持ち主は。あのハンドバッグもそこ。いや、誰かいるって。古い布団が敷かれたままになっている。何か、中に何かあるのか、少し盛り上がっているように見える。いや、明らか人だってそれ。怖っ。何？押し入れの襖は開かなくなっている。立て付けは悪くなっているんだろうか。ちょっと持ち上げて、よいしょってやれば。掛け軸。治る。これ、走っててもスタミナとかはないのかな？前作どこだったっけな？前作やったのね、結構前なんですよ。だから、ちょっと、前の仕様とか、覚えてないんだけど。2階に上がるのはちょっと待ちたいね。もうちょっと、1階を、ちょっと待って。これで、ああ、見れるね、マップ。
あ、すげえ。右上にサムネイルが表示されるね。これ優しいわ。どんな姿だったかが。え、なに？なんか赤い蝶のマークついてるけど。なんだろう？わかんねえや。ここか？ここだ？あ、なに？ここ開かないっつった。え、なに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 ？ごめんごめん。ああ、ここは鍵かかってる。ここは？え、ここ扉じゃない？ここ扉だよ。ここか？か、鍵かかってる。うわ。ごめんごめん。あ、ここだわ。ごめんごめん。はいはい。はい、邪魔。うわ！ちょっと！いるって。探してる。ずっと探してたっつった。いねえじゃん。ここ入ってったの？いるかな？今の人。ここ、少し寒い。少し寒い。それは怖いわ。火鉢。お、手帳3。マスミさん、ミヤコです。あなたを探しに来ました。一緒に帰りましょう。二人でなら出られるかもしれない。このメモを読んだら大声を出して。私、近くにいるから。頑張って。やっぱり、誰かいるのかな？いや、怖いこと言わないでよ。なんだっけか。こっちない。マップ見よう。あ、こっちなんもない。ん？あ、ごめんごめん。お姉ちゃん邪魔なんだよ。でもこんなとこ一人でいたら気狂うわ。よかったね、お姉ちゃんいて。怖い。え、こっちない。お、そっち？こっちなの？え、どこ？どっちだった？こっち？ミオ。え、ちょっと待って。え、今いたじゃん、後ろに。何？どうした？お姉ちゃん。何があったの？イベント発生。怖いよ、お姉ちゃん。こっちに誰かいた。嘘。あ、鍵は閉まってた。部屋だ。ここだよね。あ、扉が少し開いている。え、じゃあ、誰かいるよ。生身だよ、それ。なんか落ちて、え？外にもなんか落ちてない。あ、違う、外じゃないの。変だよ。なんか変。どうしたの？懐中電灯。やったー！いいね。電池がまだ残っているようだ。誰かが置いていっていたものだろうか。おい、来た！遮影機。遮影機に関する覚書。遮影機覚書と書かれている。遮影機に関する覚書。遮影機とは、目に見えない霊的な存在を捉えるために、麻生博士により作られた写真機である。一つ、残留思念などによる過去の出来事。一つ、見えない霊魂的存在などを映し出すことができる。この遮影機は、それらあり得ないものを映し取ることで、除霊にも似た効果を得ることができる。しかし、それは同時に、彼らとの関わりを持つということでもある。不用意に使用すれば、彼らに取り込まれることすらあるだろう。この遮影機で、村で行われている被災と、その信仰の中心となる場所を撮影できれば、何が映り込むのか。麻生博士ならずとも興味を惹かれる。真壁誠二郎。だいぶ古い人だろうね、真壁誠二郎さんは。かなり古いもののような。なるほど。遮影機出てくる。このね、遮影機っていうのが、このゼロ、危険なものだって言ってる。ゼロといえばこの遮影機だ、ね。お、あるじゃん。あった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 。いただき。それは、これがありえないものを映す機械、遮影機。真壁さん、
僕たち。うわぁ、なんだ、今のは。まさか、こんなことが、本当に。これは、あまりにも危険なものだ。危険なものだっていう記憶を見ながら。撮るんだろう。え、遮影器っつったの今。それって。え。誰かいるのかな。怖いよ。怖いよ。射撃の操作について。射撃の基本操作。射撃は霊を撮影し除霊できる特殊なカメラです。除霊にも似たってさっき言ってたけど、除霊できるんだね。霊がいる方を向くと画面右下またはファインダー上部のフィラメントが光ります。フィラメントで霊を見つけたら三角ボタンでカメラを構え霊を探してください。霊を発見したら画面の中心に捉えてシャッターボタンを押すことで撮影することができます。はい、了解です。全然フィラメント、うわびっくりした。はい、ポーズ。除霊できた。あ、違う、こうか。こっちにもなんか落ちてんの。あ、万葉丸。万葉丸は HP をちょっと回復するやつだね。あ、右下ってあれか。なんかあるね。え、ここ何？襖を引いてみたが壊れていて開かない。襖の奥にも部屋があるようだ。なるほど。こんな、蹴っ飛ばせば開くんじゃない？え、ちょっと、外人いるんじゃないの？うわー、いやー、いる。何か。あ、シャッターチャンス。扉を塞ぐ女。あ、点数取ったね。消えた。除霊できた？あ、この家から出よう。そうだ、それがいい。そうしよう。扉の前の気配が消えた。撮影することでありえないものを封印できると書いてあったが、これが射影機の力なのだろうか。そうですね。写真見る？あ、対象、天倉真由。まず、名字が天倉でお姉ちゃんの名前が真由だってことが分かりましたね。あ、点数0点。扉を塞ぐ女。252点。点数が入りますね。点数は何だろう？経験値かな？ああ、よかった。消えてる。よし、じゃあ行くか。帰ろう。うわっ！揺れたよ、そこ。こういう、ちょこちょこ怖いの入れてくるね。あー、開かない。どうした？どうした？わーお。おるやんけ。あそこに、いるよ。どこ？開いた。はい。扉に消える女。まだいるよ。光ってるよ、上のフィラメント。こっちじゃないな。どこだろう。上？
あれ？いないですよ。あ、あそこ？遠いのかな？うん。ギャグだ、ギャグ。あ、火鉢ね。はいはいはい。火鉢のとこに行けと。火鉢？火鉢どこだっけ？ここ？いや、違うな。こっちかな？ここか？あ、ここだ。火鉢映ってる。ちょっとそこまで行っとくか。いやー、帰りたいね。そっちじゃない。こっちだ。ここの部屋じゃなかった？誰かいるよ。誰かいるよって直接的すぎるな。これだな。これね、鍵になってるんですよ。え、誰？傷を負った男のようだ。これで、あそこの扉が開くんじゃないか。うんうん。なんか、前作でもこんな鍵のシステムがありましたね。来るな。お？来るな。はい。縁側に立つ男。よし、除霊成功。来るなっつったな、今。これで、さっきのあの、扉に、かかってた呪いが解けて、通れるようになるんですね。結構ね、前作でもそういうシステムで通れるようになる場所がありましたね。ここなんか気になるんだけど、覗かれそう。ここから押し入れの奥に変わったものはない。これでここが通れるように。何？オッケー、開いてるって書いてた。え、ここ、あれ来たよね、ここ。怖え。え、なんかすげえざわざわしてる。なんこのつづら。あ、マイオンガンゲット。ん？着物が引き出されている。さっきどうだった？え、さっき来た？ここ。来てないんじゃない？ん？さっきいたのこっちか？わかんねえ。方向音痴には辛いぜ。え？ミオ、あれ。うん。見えた、見えた。これ。描画の銅鍵。銅製の鍵に、描画の家紋が刻まれている。描画さんかな？ああ、邪魔。ああ、シャッターチャンス逃したか？食った。会いたかっつった。会いたかったっつった。いる？あ、いない。あ、どうした？え、いないよ。ほんじゃあ、まあ、遮影権もゲットできたってことで、今日はここでセーブして終わろうかな。これセーブポイントあるよね。はい、ということで、かなり怖いですね。もう、私結構ね、ホラーとか、そんなに怖がらないですけど、これは怖いですね。
あまり怖い人は、ちょっと薄目開けながら見てください。はい、ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。